はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。えー、本日はですね、倉庫銘柄最大手、えー、ごめんなさい、最大手ではないですね、大手3社、えー、三井倉庫、住友倉庫、三菱倉庫の3社はですね、まあ、比較しまして、えー、どういう方にこういう銘柄がおすすめかっていうところのお話しできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、でこの動画を撮った背景なんですけども、まあ、先ほどライブ放送をさせていただきまして、パーフェクトオーダー銘柄からですね、有料株を探すライブ放送というのをさせていただきました。はい、で、えっと、その一覧の方をですね、こちらのブログの方に載せてるんですけども、 まああのライブ放送では機械セクターを主にですね分析させていただいたんですが、えー、今回動画にさせていただくのはですねディフェンシブ銘柄はい不況に強い倉庫銘柄がですねパーフェクトオーダーの中ですねはい、えー、テクニカル的に買いですよっていうトレンドが出ておりましたのでちょっとご紹介していきたいなと思いますでパーフェクトオーダー銘柄どういう銘柄がパーフェクトなのかっていうところなんですけども、まあ、このような形でですね直近の株価 があるんですけども、えー、株価があってその下に移動平均線が来て短い移動平均線ですね、はい、10日移動あこれは20日か20日移動平均線が来て60日そして120日みたいな形で各移動平均線が上向きになりつつさらにですね、えー、とこの直近の株価20日60日120日っていうふうな形で長い移動平均線がどんどん下になっていくような形っていうのがパーフェクトオーダーメーですね。 はい、でこれはテクニカル的にですね、強いトレンドを表すような銘柄になっておりまして、まあ、これブログで載せているのはですね、えー、とちょっと2、300銘柄ぐらいあるんですけども、まあ、アップって言って、アップアップって言ってるのが上昇トレンド、ダウンダウンって言ってるのが下降の、えー、下降トレンドのパーフェクトオーダー銘柄一覧になりますと。 ね、テクニカル的にはこういう銘柄が良いっていうふうにしているので、まあ、例えばアップアップの銘柄の中でファンダメンタルズも良い,い銘柄だったら保有したいよねみたいなのをですね、まあ、ちょっとやりたいなっていうところで、えっと、ちょっと一覧を出してみましたので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、こちらのブログの方を見てみてください。で、えー、そんな、えー、パーフェクトオーダーになっている倉庫銘柄を3つですね、はい、ピックアップしていきたいなと思あの、分析していきたいなと思ってます。 でまあ、三井倉庫と三菱倉庫はパーフェクトだったんですけども住友の方はちょっとテクニカル的には下落しているっていうところはありますので、まあ、そこら辺も含めてですねお話しできればなと思いますはいで結論なんですけども結構どの銘柄も魅力的でして、えっと、三井倉庫と住友倉庫ですかねこちらの方は配取り回りが高いっていうところで、まあ、保有しやすいかなと。 で三菱倉庫の方はあの利回りは低いんですけども業界最大手っていうところと配当政策に DOE を、えー、用いているというところで基本減配しない形になるので、はいまあ、減配されにくい形になりますのでそういう意味で三菱倉庫も保有できるかなっていうところで、まあ、三菱倉庫はどちらかというと押しめ狙いい、えー、そして三井倉庫の方は今パーフェクトな、えー、形になっておりますので。 テクニカル的にも保有しやすいかなっていうところで結構今は保有しやすいかなっていうふうに感じてます。まあ、住友の方は今より高いので、があのテクニカル的には下落入り、トレンド入りしてるので、まあ、もうちょい様子見てもいいのかなっていうような感想ですかね。はい。まあ、えー、順に、えー、お話しできればなと思いますのでよろしくお願いします。各社2分ぐらいで収めていきたいと思います。 はい、で一番時価総額低い三、えー、井倉庫からですね、まあ、こちらの方はですね、倉庫大手というところで、不動産賃貸とかも結構有名なんですけども、PR が6.3倍、AR が18.3%というところで、稼ぐ力がですね、3社の中で一番高い、そして割安な銘柄になってます。配当政策の方はですね、えっと、30%目処というところで、直近配当よりも4.8%と高配当な形になってます。 まあ過去赤字出した時はありましてその時は配当0円だったんですけどもまあ今ですね EPS しっかり伸びているというところで直近144円も配当予想が出ているというところであり周りも高めですはいで直近決算の前に配当政策は連結配当政策30%目処になっておりますで直近決算ですけども増収増益っていうところが5月10日に決算として出ておりまして時期 来期予想っていうところはですね、減収減益になってます。はい。まあ、しかし、配当金はしっかり増配してくれてるよっていうところで、配当政策にのっとってですね、配当金の方増配してくれたっていうところで、利回りはかなり高め。まあそして、市場からの期待値も非常に高く、PR は一番割安。この3社の中で一番割安なんですけども、あのー、直近、えー、 7年ぐらいですかねはい、78年ぐらいで見ると結構高値を来ているというところで上値はかなり軽いですはい、これ,これ週足したんですけどもまあ冷やしでこちらを見ても短期的にはパーフェクトオーダーを形成しているというところでまあ、結構上値軽いというところでまあ、直近56年7年ぐらいでも高値 にはなるとといこの、はい、で利回りもかなりいいですし、えー、稼ぐ力も高くて、えー、と割安っていうところで、まあ、ただしかも56年の中では高値更新中で上値も軽いっていうところなので、まあ、保有はしやすいかなと思います、まあ、ちょっと横横はしているところがあるんですけども、まあ、トレンド的には上昇トレンドですね、うん はい次住友倉庫ですこちらもですね時価総額三井倉庫の倍ぐらいありますけども、まあ、PR7.5 倍 ROE が9.7%ですがはいまあ配取り回りが5%と一番高いです、えー、EPS の方もですね過去赤字になったことはないというところでしっかり利益稼いでおりまして配当金もですね9700円と増配してくれてるいるところでずっと連続増配銘柄っていうところもポイント高いですね はい、住友倉庫直近決算ですけども増収増益ですで時期の見通しですけども、えー、減収減益なんですけども利益の方はプラス9.1%増というところで、はい、配当も高いですね100円予想です 配当政策の方は配当成功40%目というところで三井倉庫30%なので三井倉庫に比べると配当利回り高いですし連続増配銘柄でもあるというところで、まあ、こちらの銘柄かなりあの配当の部分に関しては素晴らしいかなと思います稼ぐ力とかは三井倉庫の方が上ですかね えー、一方ですね、テクニカルなんですけどもあ、こちらパーフェクトオーダーじゃないというところで、まあ、倉庫銘柄の方結構今盛り上がっている中で、三井倉庫の方は少し上値が重いというような形になっております。まあ、2000円が今ちょうど節目になっているというところで、横ダラダラしているので、まあ、いい情報が出れば、ここから上がるかもしれないですし、悪い情報が出るとですね、上値重いというところで下がる可能性はありますので、まあ、もうちょい様子見ではいいのかなとは思うんですが、利回りは高いというところなので、えー、下落してからですね、インする。 っていいうのありだと思いますファンダメンタルズも非常に安定していてはい EPS もですねしっかりと、まあ、増えているっていうところもありますので、えー、特にファンダメンタルズは懸念なしです。はい え次、えー、三菱倉庫、最後ですね。時価総額、だいたい住友倉庫の1.7倍ぐらいでしょうか。2600、2700億円ですね。株価3325円で PR が12.6倍と3社の中では一番高いです。あるいは5.2%で稼ぐ力のは逆に言うと3社の中では低いですが、財務状況は非常に安定しています。配当にもより2.5%という形で、まあ、三井倉庫だとか住友倉庫に比べるとやや物足りないところはあるんですけども、 配当政策素晴らしいですし、業界最大手ですね、倉庫最大手銘柄というところで、まあ、シェア率も高いというところは強みかと思います、はいで。PR 高いのもですね、逆によく言いますと、えー、と市場からは期待されているというところですね、えー。業績の方は安定しておりまして、直近5年2.4%増収基調、EPS の方もしっかり伸びております。配当金もですね、基本減配していないというところで、増配基調です。 三菱走行直近決算ですけども、えー、増収増益という形になっておりまして、えー、かつ通期予想ですかね減収減益だけども純利益の方はしっかり伸ばしているよというところで配当金も80円から82円という形で増えております。 はいえー、で、配当政策ですけども、こちらはですね、DOE を採用しておりまして、えっと、自社の資産に対してかける2%ですかね、自社、えーと、自己資本に対してかける2%にしたものが配当金という形になりますので、まあ、基本はこの1株当たりの純資産ですね、BPS に2%したものが配当金になります。はい、DOE の特徴といたしまして、えー、配当政策に DOE ですね、まあ、こちらを。 採用しししてていいる銘柄の特徴といたしまして、まあ、基本ですね過去赤字になっていなければあの資産ですね会社の資産っていうのは利益剰余金だったりだとか何か建物を買ったりとか設備を買ったりとかっていう形で BPS 増える形になるので一株当たりの純資産増えますので赤字になっていない会社が BPS を採用している場合は、えー、かなり好印象と捉えていただいて構いません。基本減配しにくい銘柄です はい、で実際に配当金の方も減配せずに増配基調というところで利回りは低いんですけども配当政策的には減配しないそして、えー、とアンディフェンシブ銘柄の三菱倉庫というのはかなり、えー、いいんじゃないかなと思います、えー、テクニカル的なところもですね今株価の方は、えー、トレンド転換しまして上昇トレンド入りしているというところではい、えー、と三井倉庫に比べると ちょっと上値は重いっていうところはあるんですけども、まだあの高値、直近の高値更新していないっていうところはあるんですけども、まあ、トレンド転換したばかりだよっていうところで、ここを超えてくるとテク,ニカルテクニカル的には本物の上昇になるかと思います。はい、で一方、下落してるときに保有するっていうのもありっていうところで、まあ、三菱倉庫の方は、まあ、業界最大手って言ったところがありますので、まあ、自分のですね、えー 欲しい利回り回、まあ、例えば配当利回り3%まで下落したら保有するだったりだとかテクニカル的にこの2 3 6 0 0円ですかね高値超えてくるとテクニカル的に上値軽いので保有するとかっていう、まあ、いろいろな戦略が取れるのかなと思います。はいまあ、という形で簡単にやりますけども、えっと、倉庫目柄3社取り上げてみました、まあ、それぞれですね良さがあるというところで未遂倉庫の方は、えー、上値軽くて利回りも高いですのでキャピタルインカムともに今狙えそうだなと。 はいえー、そして、えー、住友倉庫の方はテクニカル的には悪いんだけどもファンダメンタルズは全く問題ないので配当狙いで保有できるそして三菱倉庫の方は業界最大手と配当政策がですね素晴らしいそしてテクニカルも良いっていうところでですね、はいまあ、どういう戦略、まあ、汎用的なあの戦略を取ってから保有ができるのかなっていう形で、まあ、いろんな、はい、どの三社もいいかなっていうふうに思いましたので。 皆さん、監視リストに入れていただいて、自分が保有したいなって思うタイミングで保有する、えー、できる銘柄かなと思いますので、ウォッチリストに入れてみてください。はい。という形で簡単でありますけども、えー、本日、倉庫銘柄取り上げさせていただきました。一応、あの、ブログの URL も、あと、ライブ放送の URL も貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。